皆さんいらっしゃいませ。あ、続きやっていきましょう。だいぶ強化しました。で、編集中に気づいたんですけど、ラカムさんの装備をね、いつの間にかね、あの敵陣のね、あの宝箱に入ってることに集中に気づきました。全く気づかなかったわ。え、この武器なんだっけって編集中に思いました。で、あとね、アビリティも、だいぶ習得しました。ああ、もういけるだろう。惚れ惚れする戦いぶりですよ。さすがは歴戦の貴空士。足りめえだ、コンクレお茶の子さいさいだぜ。よし、このまま突っ込むぞ。みんな備えてくれ。何者だ。俺の中、俺はガランツァ、最強の白狼兵団を率いる最強の男。こんやろう、クランサイファーに何しやがる。細かいことをごちゃごちゃと。さあ、そんなことよ。試合をしようぜ。楽しませてくれよな。あ、うっちゃん、もうお前を倒すためにな、こっちは相当修行してきたんだよ。俺の体をここまで困らせたのはお前らが。どんどんどうだどうだ、ガンガン食らってるだろう、痛いだろう。お前たちの目的は何だ。なぜルリアをさらった。そうだ、目的を言え。俺は強えのとやり合うのが生きがい。今日は久々に楽しめそう。お前を倒して俺たちは進むんだ。最悪になるよ。こういう輩は苦手だぜ。いやー、もうだいぶ食らってる。倒せ。あんだけミリだったのに前回。あーでも結構こっちも結構食らう。やる気十分。嬉しいね。まだまだ楽しもうぜ。さあやってくれ、おいげんさん。ダイエット団長、今度はこっちの視察の番だぜ。さあどうだ、痛いだろ。気持ちいいとか言うなよ。気持ちいいでもっとやってくれとかド M みたいなこと言うなよ。分かってるよ。ここまで楽しめるとは今日はついてるぜ。痛い痛い痛い。まだまだ付き合ってくれるよな。危ない危ない、マジか。うわちょ、いや、うわマジか。どうした、寝てんじゃねえぞ。ごめんよ、眠っちゃった。あ、後ろ後ろ、あ、やばい、やばい。どんな手を使っても構わねえ。本気でぶつかってこい。危ねえ。受けてみようや、こいつを耐えたら褒めてやるぜ。負けたくないんだよ。しろ、全員まとめてぶっ飛べや。うわ、やばいやばいやばい。あぶね。本に切るぜ。回復だ、こっちも回復だ。オッケー、ナイス。オッケー。バランクス。ガチえな、もう本当、あんた強えよ。
撃ってこい、ぶつかってこい。撃ったよ、もう撃ったんだよ。うわ、やばいやばい、このままじゃ危ねえぞ。助かったぜ。あと15。危ねえ。飛ばさないで。ヒールワード。やばいやばいやばい。うか。当てるか。わかってんじゃねえ俺。勝つんだよ。OK ナイス。楽しすぎてスタミナ配分間違えた。楽しいだろう。お前ら元気だな。元気だよ。お前を倒すために修行したんだからな。涼しい顔して。うわ、やばい。さすがにタフすぎんだろ。本当だよ。さて、そろそろ。ありがとう。なんとかな。ありがとうございます。うわ、やばい。ドラは変わらず青く。面白い。ああ、面白い。お前らとの試合、この神明を落とす価値がある。もう十分お楽しみいただけたのではなくて。新手か。久方ぶりの大勝負だ。見逃せ。あら、随分とツムがお花畑ですこと。これだけの損害を招いておいて、リリス様にどう釈明されるおつもり。はい、わかった。帰還するとしよう。入るかい。お前ら、次に会いまみえしとき、試合の続きを楽しもうぞ。おくんだ。ナイス避けた。はちゃめちゃかよ。本当だよ。どうやってあれ操縦してんだし。さっきの姉ちゃんもいなくなってるぞ。あの身のこなし、彼女もただものではないもん。ローランドの赤い船は。問題ありません。読み通りです。彼らは霊峰ネジュリスを目指して。おっと、おいっとだよ。船へのダメージがでかすぎる。まずいなこれ。くそ、直したばっかだってのによ。そうだよ。苦労かけるな。追ってくれよ。クランスでは。いや、激闘だったなマジで。来ないでほしいわあいつ。あら、もうあいつ来ないでほしいわ。もう本当に、はい、早速進みますか。もう多分ないよな。ふぶいてきそうだな。だがこのまま追跡するぞ。私たちが追う赤い船は粉雪に身を隠すようにしながら目的地へと向かっていた。ロンターニュ島、連なる白銀の山々はその凍りついた世界で訪れる者に試練を与える。島に近づくほど空は白に染まり、打ちつける吹雪がグランサイファーの傷をえぐっていく。それは私たちの来訪を拒んでいるかのようだった。本当にグランサイファー大丈夫なのか。追い越した感じがする。こう見るとね、マップだけ見ると追い越した感じするよね。
お第五章。世界に潜む影。なんかやばいのが解放されたんじゃないのこれ。大丈夫なのか。異世界ってなると絶対綺麗だよな。美しいんだろうなきっと。今度は何なの？いきなり吹雪いてきやがった。この嵐の中じゃ船が持たねえ。け。あの断崖につける。ちっとばかし揺れるぞ。アカムさんやっぱすげえよな。こんな猛吹雪で操縦してんのすげえよな。はい、ここんところこんなんばっかだな。なんだかついてないわね。ローランさん、ちょっといいかしら。吹雪が起こる前、遠くの空に光が見えたわ。テンペールの時と同じような。ね、あれはやっぱり。はい、おそらく間違いありません。教団が向かった祭壇はそのあたりでしょう。そうなるとまた聖少女が暴走させられてしまうのかしらね。だとしてもルリアが待っている。二の足を踏んでいる時間はない。ちょっと待ってくれ。グランサイファーがもう限界だ。また修理しねえと厳しいぜこりゃ。それにこの吹雪、今は収まるのを待つしかなさそうだ。歩いていこう。この吹雪だけど、てか吹雪は本当でも大丈夫だろ。この吹雪で歩いていくのマジできついんじゃないの。歩いていこう。こんな天気の山岡？病気で言ってるってなるよ。さすがに危険すぎないか。いえ、意外と悪くない選択かもしれません。本当に？この先に進んでいくと古い聖堂があります。そこで仲間とお茶を予定なんですよ。あ、ローランさん仲間。彼女に案内してもらえばこの天候でも祭壇へ向かうことが可能になるかと。そんじゃ頼るしかなさそう。それ先行ってよ。急ごうぜ。道中きっと魔物も出ると思いますが、テンペールを救った君たちなら問題ないでしょう。しかしグランサイファーを置いていくわけには。それなら僕にお任せください。吹雪が晴れたらすぐに出せるようここに残って整備しておきますよ。いや、しかしだな。こう見えて僕便利屋ですから。船の修理は得意なんです。ぜひお願いします。ぜひお願いします。ま、団長がそう言うなら。ジャカムったら強がっちゃって未だにグランサイファー離れできないんだから。え、バカ言うな。そういうんじゃねえよ。ローラン、グランサイファーのこと頼めるか。親みたいなもんだもんねもちろんです。ラカム君の大切な相棒をきっと元気にしてみせます。ありがとうございます。それじゃあ凍えちゃわないうちに先へ進みましょう。早くルリアを助けなきゃ。いいな、やっぱ聖堂があるのはこの先だよな。ちょっと寒いけど行こうぜ。いやー、後ろ行きたくなるよねこれ。崖から滑り落ちた。あー、やっぱ壊せんだ。なんか壊せるかなと思ったけど。ショートに助けなきゃ。へっ、ほほー、大丈夫だよね、落ちないよね。あ、おい、やべ、落ちるんかい。やば、今日変人みたいなことしちゃったわ。頭のおかしいやつかと思うわ。頭のおかしいやつかと思われるわ。やっやっ、お、うん、やっ、俺は壊していく必要ありそうだな。アイテムゲットできるんだったらちょっと壊すな。見
口が氷で塞がってんな。ここ絶対なんかあるっしょ。ねえか。お。それにしても。すごい吹雪。いい調子。おっと宝箱。固まって進もう。よいしょ。いい感じ。いやーこれ宝箱あんだったら壊すしかないよね。うひゃー僕の方にも出来上がるぜ。いやーなんか出来が出てきそうな予感がする。やめろ。このまま崩れるぞ。あやばい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 。崩れて分かったの分かったの食らったわ。はぁヒールオール。ありがとうって。明かりが見えたぞ。あれ本当に明かりか。くれぐれも慎重に。いやーなんかボス出てくるフラグじゃねこれ。なんだこの氷漬けの野郎。本当だよ。スケルトンかよ。ずいぶん賑やかになってきたじゃないか。いやかすぎだろ。注意しろよ。やっと。ばかり壊して潰されんなよ。大丈夫こいつら。フシとかじゃないよね。スケルトンってフシのイメージしかないんだけど。いやもう見つけたら取るでしょ。びっくりした。びっくりした。取った瞬間にこれができたから出たからさ、俺がやられたのかと思ったわ。先を急ぎましょう。あ、カニあるじゃん。カニくん、こんなとこに寒くないの？さあ、どんどん進んでいこう。え、なんかあるっしょ。待って、絶対こっちなんかある。いやなんかもう進むとこ多すぎる。視界が開けねえな。気をつけて進もうぜ。いやーもうなんか本当に行くとこいっぱいあるのやめて。よし。お、ナイス。この光、こんなものじゃなさそうだけど。いやーそういうことか。なんか光ってる石が出てきたぞ。全部集めてみようぜ。いや引っかかってる。あーもう次はきっともうダメなのかな。あ絶対なんかいいやつでしょ。あの光ってる石を触ればいいんだよな。頑張れよ。ありがとう。OK。いった。これはなかなか。ありがとう。いやその敵かい。かーいって、かーいってなるよ。そうそうレベルアップしねえかな。さあこういうのを使うってことだろうな、おそらく。ダメか。うまく当てられなかったか。あ、やっちゃってくれ。あ、宝箱ある。宝箱じゃない？よいしょ。
あ、マッサリポイント大事だよね。宝箱とかに入ってるのマジで逃せないよ。本当に本当にマッサリポイント大事。あー、レベルアップ大事。いけないのね、ここは。あっち側あったよな。そう、あ、戻ってきたのか。まさかこいつ氷の中に隠れてたのか。いや、ずっとそうだったやねんかよ。落ちたくないよ。わあ、もうこっちなんだけど、こっち行きたくなる。あ、宝箱ある。自信あるのいいよね。いい感じ。行こうぜ。あー、回復ポイントある。あったい。何かに使えそう。アーカイブ見逃してそう。バッと見逃すとこだったい。見逃すとこだったよマジで。へい、レープします。で、さあ行こう。セーブしたし行こう。視点が変わったぞ。おっと、ごきげんよう。あなた方に支援はございませんが、リリス様に弓引くことはお勧めしませんわ。ごめん遊ばせ。マジかよ、それはやっちゃいかんて。お嬢、殺すなって命令だったんじゃ。あのガランツァ将軍と渡り合える相手、多少の足止めにしかならないでしょう。引き続き彼らを監視なさい。はっ。さて、この山にとってあなた方は望まぬお客様。大自然の眼差しにお気づきになることはできまして。え、不敵なんだよな。めちゃめちゃ怖いな、あの人。素顔見せてくれよ。おい、無事か。じゃないっす。ったく、もう落とされんのは勘弁願いたいぜ。そうだよ。みんな、待ってちょうだい。マロで何かが目覚めたか。わ、気持ち悪い。フルフルみてえなやつだ。アダルボンジュ、パスタの仲間すか。パスタって名前だな。襲われちまってな。今は崖下で魔物と戦ってる。わあ、すっげえ、めんどくせえ的。もしかすると、地下まで通信が届かねえのかもな。そんじゃ、早いとここいつを片付けて。いや、ちょっと、ああ、ちょっとやばいやばいやばい、ちょっとそれはやばい。はあ、片付けねえ。あーっと、弱点じゃないですか。ああ、ちょっとそっち行かないで。あの気がチャンスじゃない。キラリだ、決めちゃって。ナイス。これならこのまま行くよ。こぼちゃれるか。みんなを守るファランクス。レンジバック、止めないで。いけるいけるいける。うーわ、転びのバーサストリーム打ってんじゃねえよ。少し様子見する。あ、やばい。やばいの撃ってんね。ちょっと。
でっけえ氷の塊を作り出しやがった。あ、それはもしかしてぶつけんじゃないの。それはまずい。今の攻撃で負けない。もっといいんじゃない。今のはいいんじゃないの。あー、やめて、やめろっつってるだろ。うわ、超タックルしてんだ。ナイス、あー、ナイス、これはナイス。いい調子でしょ。OK。ほんとだよ。ナイスした。ね、全然まだ溜まってないよ。いいね、いいよっていうのいいよね。仲間の名前を呼ぶだっていいよ。待って、あ、待って、できない。団長、私も続きます。デスペットブレード、はい、オッケー。デロミナンスフレア、ふぅ、気持ちいい。もうマグマとかしてるわ。みんなのおかげだよ。よっ、やがれ。だいぶ弱ってきたようだな。だいぶ弱ってきた。やばいやばいやばい。これでいけるよね。いけ。やっ、ここだ。ほら、やっ。さあ、そのままおとなしくやられてくれ。やっ、ほら、てやっ。これなら集中した方が良さそうだぜ。危ない。やばいやばい。いや、遠いよっと。危ない。やめた、やっぱこのままじゃ危ねえぞ。ほんと分かってるよ、ビーク。分かってるんだけど、やられちゃうんだよ。手はバシッと決めるよ。やっ、やっ、やっ、決められるか。やっ、ほら、あっ。みんな、守りを守って食らえ。やっ、決めたい。うん、分かった。いい調子決めるよ。うん、もうブレイクナイス。ヘイ、さあどうだ。お、レベルアップ目に物見せてきたぜ。そんじゃま、先に進ませてもらおうじゃねえか。任せとこう。教団の人たちと。ちょっと待って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 待っ上へ戻る道を探さねえとな。そうだな。待ってくれ。やっ、やっ、はっ。なんか、おっと、あるやないかい。よいしょ。なぜかそこの方を覗いてみたくなるんだよな。わかるよ。覗いてみてもいいわよ。私が後ろから押してあげるから。こわ、待て待て、シャレになんねえよそれは。そいつはシャレにならねえぜ。手は本気にした。, 笑うわ。何かに使えそう。さっき間違えて落ちちゃったからな俺。そりゃ、わあ、やっぱでも綺麗。見せかけた感じで綺麗だな。高岡、いありそうな気がするんだよな。ありそうな気がしない。しっか
私氷の塊ばっかだぜ。どこに魔物が潜んでいるかわからないわ。油断はできないわ。逃すなよ。あ、倒してくれたわ。いい流れだったぜ。お前こっち絶対なんかあるっしょ。いただき。どうだ。絶対なんかあるやん。やっ、はい、やっ、はっ、うわ、ちょっとビビるんだってそれマジで。マジでビビるからやめてほしい君。みんなを守る。合わせてくれ。クライス。うまくいったからって気抜くには早いからな。ぬいれません。何かな。これはなかなか。やっ、うん、もうない。ありそうでないって感じか。やっ、やっ、やっ、いい調子。うわ、いる。そのまま行くよ。敵地になるからな。だけ氷あんの。みんなついてきて。いい敵だち。派手に行くぜ。帰り道にしてやら。まだできたね。あ、じゃあ、いけ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 。結構な経験値入ってんな。ミオちゃんが一番レベルアップしてるし。なんかない？絶対なんかありそうじゃない？絶対なんかあるっしょ。敵地はあっちなんだけど、あ、行きたくなるよね。穴箱いっぱいある。いい感じ。感じじゃん、マジで。何かな。おお。いや、最後はこれっしょ。よいしょ。いい感じ。うわ、また出やがった。これ。この段階にかぶる。やめて。倒せるよ。えい。まだ油断しちゃダメよ。わ、いっぱいですね。罠だったのか、今のあれは。残念ながら俺らにとっては罠になってねえぜ。冷静だぜ、君たちは。それにしてもこの刺すような寒さ。ノースバストの寮を思い出しま。ああ、カニ寮に行ったんだっけか。どうだったんだ、お味の方は。危ねえ、危ない。忘れらんねえ味だったぜ。これなら、さあ、どんどん進んでいこうぜ。やってみるか。あなたたちになる？何かに使えそう？わ、こういうことね。光ってる石が出てきたぞ。全部集めてみようぜ。え、どこ、どこ、わっ、あ、ちょっと、よし、どこか。危ねえ、あったー。あった。何かな。武器とか入っててくんねえかな。おー。あー、でも1953ルピアでかい、マジ。やっ、え、これ。はっ。うわ。普通にいるやん。ボスだが普通にいるやん。今の良かったよ。
怖っ。雑魚敵みたいになってんじゃん、さっきのボスが。危ない。君たちなんで普通に出てくるんで。あっと帰ってきたよ。よくも落としやがって。よいしょ。これはなかなか。あっと帰ってきた。急ごうぜ。本当によくも落としやがって、マジで。探索するか。別の橋ってことか。こういうことね。あ、こ、うわ、ちょっとやめてくれ。ここだ。やった。そりゃ、これなら。大したもんだ。ねえ、次も頑張ろうった。ナイスレベルアップ。お、あるやん。俺は見逃さないよ。いい感じ。感じ、ちょちょちょ、いい感じ。ブルーって。よし。いや、ここ登れる？登れるんかい。もうなさそうかな。ああいうとこにアーカイブがありそうな気もするんだよな。あいつら待ってんじゃないの？聖堂来たってことは。誰もいないな。なんだ？でもか、このでっけえ扉は。わ、なんか絶対ボスやん、ここ。裏になんかないのね。あるように思っちゃうじゃん、思っちゃうじゃん。もう、カミカミよ。待て。何の音だ？こいつら、追ってきたのか？外の呪文が強くなってる。どうやら迎え撃つしかないみたいです。そうだな。じゃあ実際ボスとか来そうな気がするんだよな。よし、次だね。どうだ。やや、手や、運動くんのかな。いや、ボス来そうな気がするからさ、さすがに必殺技打たない。6はなんとかしねえぞ。やばいやばいやばい。まだ油断しちゃダメよ。分かってる。分かってるよ。ホイゲさんと同じこと言ってる。ホイゲさん好きだわ。一体何匹いるんだよ。倒しても倒してもキリがねえ。安心して。本当にキリがねえな。ナイスレベルアップ。今方針はなんかね、やばいんじゃない。星の割にいい。これでこれなんかやばいんじゃない。え、なになになに。周りに気を。一体何が起こったの。何が起こったの。俺も知りたいんだけど。待っておったぞ、旅の気空団よ。あった。我はイストリアス、マロース表層院の長である。ぶしつけで申し訳ないが、ローランド殿の仲間というのは貴殿のことだろうか。いかにも。どういうことか。この山にアビア教団が来なかったか。赤い船なんだが。祭壇のあるこの先へと降りていった。キャツラが踏み入ったせいで星神様が覚醒してしまったようだ。ここでも星神様。この先に聖少女がいるのは間違いないみたいね。空に荒れ狂う吹雪は星神様の怒りによるもの。我はそれを沈めに参った。ねえ、私たち教団の人たちを追ってるの。
一緒についてってもいい？この先に続く道は聖域、道中の扉は我の術でしか開かぬ。だがよそ者であるウヌラを乱りに立ち入らせるわけには。ルリアは私たちの大切な友達なの。助けに行きたいんだ。お願い。緊急事態だろ。うん。どうか力を貸してください。ほう、我に力を貸せと。ことの葉は力になるというが、口から吐ける度胸はあるようだ。なるほど、マナコに耐えぬ炎の意志を宿し、容易にならざる宿命を背負っておる。いい目してるでしょ。好きにするがよい。ありがとう。ありがとう。聖域ではあるが、毛量どもがはびこる道でもある。ウヌラにも働いてもらうぞ。望むところだ。さあ先を急ごう。真ん中に立って大丈夫だ。絶霊の座にいでまし星神よ。その気高き御心のもと、隔絶の門を開き導きたまえ。何？とんでもねえな。私も氷の魔法には覚えはあるが、これは尋常ではないな。次元が違うってことだよ。待ってる間に何か来んじゃねえの。術はなった。参ろうぞ。あ、オッケー。あ、普通に走ってたわ。あ、大丈夫。とりあえずあれだな、セーブしよう。記録し、くれぐれもお気をつけて。まあ、時間もいい感じなんでね、今回はこの辺にしときたいと思います。めっちゃいいとこですけど、次回お楽しみに。それではまたです。チャンネル登録、高評価よろしく。